おおはは、は。ようございい。ます。すす。ここんんんにちはこんばんはおやすみなさいタッキングです、えー、今日は2024年の前期社会的擁護問い合ですね児童養護施設の,あの家族への支援ですね、まあ、子どもの支援はもちろんなんですけど周りの家族の支援もすごく大事なところなので是非覚えていきましょう 2024年前期社会的擁護問い後、次のうち児童養護施設運営指針における家族への支援に関する記述として適切なものを丸、不適切なものをバフとした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。A、親子が必要な期間を一緒に過ごせるような宿泊設備を施設内に設ける。B、子供と家族の関係づくりの支援として家族に学校行事等への参加を働きかける。 C、家族等との交流の乏しい子供には、週末里やボランティア家庭等での家庭生活を体験させるなど配慮する。D、子供の一時帰宅は保護者の意向により決定する。はい、これ、〇〇〇×の一番が正解になります。今日のポイントなんですけど、養護施設に入所している家族への支援なんですけど、 児童養護施設運営指針から今回3問も出ています。10問中3問が児童養護施設運営指針なので、まあだいぶ重点にあるのかなと思いますので、ぜひ押さえていきましょう。じゃあ今日もお深掘りよろしくまず、児童養護施設って何なのっていうところなんですけど、まあ児童福祉法に基づいて説明させてもらうと、児童養護施設っていうのは 保護者のない児童を、またはその虐待されている児童、その他環境上、擁護を要する児童を入所ですね、お泊りさせて、これを擁護して合わせて対処した人に対しても相談をしたりとか援助をしたりとか、その他自立のための援助を行うことを目的とする施設であると書かれていて、 ま、簡単に言いますと、子供をですね、要保護児童、あの、守らないといけない子供を擁護する重要な施設っていう枠組みになるかなと思います。重要な施設なので、児童福祉施設の第一種事業っていう枠組みに規定されていて、 で、他にもですね、この児童福祉施設には6個ですね、乳児院と、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設っていうこの6つありますので、もう覚えちゃってください。2> 第2種っていうのが、助産施設であったりとか、保育所とか、子供園とか、まあ、たくさんあるので、まあ、第2種も覚えてもらえたらいいんじゃないでしょうか。で、なんで分けられてんのって話なんですけど、第1種っていうのは、 株式会社とかはできなくてですね、あの国とか地方公共団体とか社会福祉法人っていう母体のみが運営できるものになってて、簡単に言うといきなり潰れて、みたいな、はい、さよなら、みたいな、ここに預かってる人バイバイ、みたいなのが困るからということで、大種事業っていうふうに分けられているということです。 で、児童養護施設には運営指針っていうのがありまして、第1部と第2部があるんですけど、今回はあの問題が第2部のところから抜粋されているので、第2部の構成についてお話します。1章で養育支援についてっていうのが書かれてて、で、2章で家族への支援、3章で自立支援計画とか記録の書き方、 で、四つ目、権利擁護ですね。子供の権利とか家庭の権利をどう守っていくかっていうところとか。で、五、六ですね。事故防止と安全対策とか、関係機関との連携とか、地域支援をどうしていくかっていうのと。で、七、八ですね。職員の質向上とか、施設の運営に関することっていう、この八つで構成されているのが第二部になります。で、今回はその二の家族への支援っていうところを 見ていく問題になります。で、もう早速問題と照らし合わせていきたいんですけど、親子関係の再構築等のために家族への支援に積極的に取り組むっていう項目がありまして、で、この中で子供と保護者の安定した関係に配慮して、保護者の養育力の向上に資するように適切に支援を行いましょうって書かれてるんですけど、 この他ですね、子供のために行う保護者への援助を支援として位置づけて積極的に取り組んでいきましょう。で、親子生活訓練室の活用とか、家族療法事業の実施などをして、子供と保護者との関係回復に向けた支援を行っていきましょうっていうふうに取り決められています。 で、社会的用語は原則、施設用語、児童用語施設とか乳児院とかで、こう、大きい施設で預かる用語よりも、家庭の用語っていうのを優先しているので、親子関係再構築っていうのにも積極的に取り組んでいるっていうのも、あの、ちょっと覚えておいてもらえたらいいと思います。 で、2番ですね。子供と家族の関係づくりのために面会外出、一時帰宅などを積極的に行っていきましょう。まあ、ここも家族関係再構築っていうところの視点で見てもらえたらと思うんですけど。で、まあ、その中でですね、親子が必要な期間を一緒に過ごせるような宿泊設備を施設内に設けるって書かれてて、まあ、もうそっくりそのままですね。親子が必要な期間を一緒に過ごせるような宿泊設備を施設内に設けましょうっていうので、A は丸ですね。 次ですね。家族に対して面会外出、一時帰宅はもちろん学校行事等への参加を働きかけていきましょうっていうのも指針でちゃんと明記されてるんですね。で、ここも B の問題ですね。子供と家族の関係づくりの支援として、家族に学校行事等への参加をどんどん働きかけてくださいねって書かれてるので、B も丸かと。次ですね。 子供と家族の関係づくりのために面会外出、一時帰宅などを積極的に行う。まあさっきの同じところなんですけど、家族等との交流の乏しい子供には週末里親とかボランティア家庭等での家庭生活を体験させるなど配慮してくださいねって書かれてて、これも C と丸々一緒なので C も丸です。で、えー、最後ですね、一時帰宅は児童相談所と協議をしてやりましょう。 書いてるので、D の子供の一時帰宅っていうのは保護者の意向により決定するっていうのは、これは罰になります。児童相談所の協議っていうのもちゃんとこう子供の意向に合わせながら、保護者さんの意向にも合わせながら、どういうふうに一時帰宅していくかっていうのも、あの、児童相談所がみんなで考えていく内容になるかと思います。で、問題を振り返っていきたいんですけど、1番ですね。 え、必要な期間を一緒に過ごせるような宿泊設備は施設内にありますので合ってます。B も家族に学校行事等への参加を働きかけましょうって言ったので合ってます。次ですね、これも週末里親とかボランティア家庭等での家庭生活を体験させるなど配慮してってくださいねって言ってたので合ってます。最後ですね、えー、子ども の一時帰宅なんですけど子供と親の意向を聞きながら児童相談所と協議をして決定していくっていうような形になるので D が×になります。ということでこの問題は1番の〇〇〇×ツが正解になります。えー、今日も皆さんお疲れ様でした。ちょっとでも理解は深まったでしょうかもし深まったならばいいねしてね。じゃあ他の動画で会いましょう。バイバイ。